始まったよ、ブックスタンド TV 今夜のゲストはシンガーソングライターで小説家の黒木渚まさにこうな、うん何だろうな、タイトルの通りというか、はい、もうずっと嫌な予感がする一秒先も読めない青春音楽小説って思い返すと青春って痛くて恥ずかしいものさらに 黒木渚の創作の原点逆境まみれの人生とはイメージ的には軍隊に近い音楽聴きたければ密輸入するしかないんですよ。<laughs> <laughs> はい、えー、こんばんはブックスランド TV、今夜もお届けしたいと思います。手紙ちゃんよろしくお願いします。お願いします。 一応最初にですねまた例によってあの T シャツの物販を告知してくれとだから <laughs> もう恒例なんですねこれちょっとやっていかないと番組は成りゆかないということで <laughs> なるほどいい私が着用している T シャツは、えー、公式ホームページからね言っていただければ買えますので、はい、ぜひ皆さんも買ってみてください、はい、ぜひともチェックい,しいただければと思います、はい、そして、えー、本日のゲスト、はい、ミュージシャンにして小説家黒木渚さんよろしくお願いしますよろしくお願いします ゲストの黒木ナギサは数奇な運命に立ち向かい、音楽と文学で表現し続けるここのアーティストです。でかみちゃん、黒木ナギサ10周年、今日はデビュー10周年なんです。ね、今年は。10周年です。ありがとうございます。いやあ、もういつの間にか10年も経ってしまいました。うん、いやあのいろんなこ、いろんなことというかね、その音楽も小説も書かれててっていうので、それで10周年なんでもう。 二十周年でいいんじゃないかって。二人は二倍だから。う確かにいろんなことあったと思いますけど、この十周年を記念してですね、あのベストアルバム、予測不能の一秒先も濁流みたいに愛してるが発売され、これ同名の小説も出されているということで、デカメシャンお読みに。い。やもうありがとうございます。めちゃめちゃ面白かったです。ありがとうございます。片思いの相手を追って軽音楽部に入った高二の尻尾。 その彼に近づくために用意した設定がいつの間にか音音楽楽ののの道へと誘う青春音楽小説同名のベスストアルバムもリリースされる異色の作品です黒木さんいろんな今まで小説書かれたと思うんですけど、はい、ここまでまあ、っすぐにこう音楽について書いたっていうのは、うん、今までなかったんじゃないかなと思ったりういういです初めて初めてですこんなねずっと音楽やってくれてこれ何か、まあ、この10周年とかきっかけというかあったんですか、ね 音楽家なのに音楽をテーマに書いたことがないっていうふうに気づいたっていうこととあとその担当編集の方がその一個前に私観音小説を書いてたんですけど、はい、ちゃんとエロいの書いてくださいっていう発注だったんですよすい,、はい。で、大義名分があるからもうめちゃくちゃエロいの書いたんですよ、うん、だからちゃんとエロいって言われて、うん、じゃあ次ちゃんと青いの見たいって見たいって,言わ,てい言われてちゃんと青いものを書くって決めてテーマを 探し始めたときにやっぱり自分の経験してきた音楽、うん、っていうものを舞台にまあ私今もその音楽の世界で精神をやり続けてる人間なので、うんえー、それを鮮明にかけたらいいなっていうことでちゃんと青い音楽小説書こうと思いましたな,なんかそのある程度実体験みたいな部分はあるんですか、うん、そのまあそうですね,ね、うん、こんな物語はなかなかない、ね、と思うんですけど確かにご自身を投影されている部分そ<う>結構参考にした部分はあって。はい 私はは音楽始めるのはちょっっと遅かったんですけど、えー、まあちょうど大学生ぐらいの時の私を、えー、主人公の女子高生のしっぽちゃんという女の子に投影して描いてるという感じで、うん、あの実際の、まあ、ベースになっている私の原体験としては、うん、まあ彼氏と一緒になんかこう特別な活動がしたいとかっていうありがちな。で途中からやっぱ男一瞬音楽一生みたいなとこあるんでんかそういう,こう,うす、ね、交わるラインというか。 男を音楽が追い越す瞬間っていうのを経験したことがあったんでそれをしっぽちゃんにもちょっと味わわせようっていうことでいやーでもなんかその読み始めてやっぱり、はい「わっんか嫌な予感がするぞ」ってその <laughs> なんだろうどこまで言っていいのか分からないですけど <laughs>、まあ、その最初に出てきた瞬間から <laughs>、はい「こいつ嫌な予感がするぞ」っていうのって、うん。 ちょっと女性特有なのかなとも思ったんですよ読んでてすぐに嫌な予感がするって手紙ちゃん結構やっぱ読んでてすぐに嫌な予感したんですね俺何も気づかずスルスル読んでました <laughs> そう、男は気づかないんですよそだ読み終わった後他の人はどういう感想なのかなと思ってこうまあ、はい、ネットとかで書かれてる方の感想とか読んだんですけど加古さんは可愛いなと思いながら読んでたんですけど 大どんでん返しみたいな感想を書かれてる方がいて、はいはい、私的にはものすすごく順を追っったた嫌な予感がずっと連続してたんですよなんかそう思う人もいるんだって思って、うん、でもその感想を読んだ時にこれもしかして男性かなあんまね、うん、その性別の話するのもあれなんですけど、はい、って思って。いや分かります あそ<う>いつこの二人はキスするんだろうの間にか濁流みたいな話になってって本当に <laughs> いや、ね、本当女にしか分からない嫌さっていうかう同性の中にしか分かんない嫌さみたいな、うんね。多分男同士でもきっとねそ、うん、同じようなものあると思うんですけど何、うん、か,かこう本当にその濁流って表現がばっちりしっくりくるというか。はいね なんかいい感じのとこいたはずなのに、ぐるぐるぐるってこう巻き込まれていく感じ。はい、<laughs> でもちょっとでかちゃんやべえなこいつはっていうの、すでに感じたんですね。不安な感じを。ただ、ちゃんとその読み終わった後に、すごく冷静になると。うん、しっぽちゃんも大概やでっていうあ<ー>。そう、そう、そう、全部なんですよね。そう、おかしくて、<う>はい、ここはなんか、ある意味救いというか、うんうん、なんか。 みんなそれぞれやばいとかあるよねみたいなそう,そうだねだしみんなの青春がキラキラしてるとは限らなくて、はい、というかどちらかというと思い返すと青春って痛くて恥ずかしいもの、うん、だなーっていうのをみんなが思い出してくれたらいいなとは思いました、ね、<laughs> いやいいよまさに好きな先輩と二人で部室とか行ってましたからケイオンの時<え> <laughs> わーと思って 私はそんなあんま発展はなかったんですけどす、ね、あーわーと思って見てました今回その予測不能の一秒先もダクルみたいに愛してるっていう、ねはい、曲もあるんですよねあります先に小説書いたんですけど小説書き終わった頃には えっと、ワンコーラスはもう出来上がってたっていうかもう聞こえてたみたいな状態で本当にそのしっぽちゃんんの状態なんですね、うん、そうですねそう思って聞くと味わい深いい深です、ね、あの歌詞というか<笑><笑>であの曲としてもやっぱり単体でも楽しんでほしいし小説と合体した時にさらに面白くなるっていうのが目標だったので本の中に「森園太陽くん」っていう、まあ、憧れの男の子が出てくるんですけど。はいはい 歌、えー、歌の歌詞の詞方にも「太陽っていうワードが出てくるんですうん、うん、太陽が落ちる」っていう一行があって、はい、その「太陽」って歌だけ聴いてた人にはあの「太陽」にしか感じないけど、うん、小説も読んだ人からすると「太陽」の意味がちょっと2つに分類分裂しちゃうっていうか、うん、なんかそういう楽しみ方あります。 ほ他の登場人物も結構ね置き換えれますもんね言葉にそうですね、はい、うちょっとアルバムも聞きながら楽しみですけど、うん、新刊と連動したこちらの一曲主人公の片思い相手「森薗太陽」の名前も歌詞に登場し小説の中だけだった世界がぐっと広がる楽曲です 雨粒が集う筋になって流れ出す太陽が落ちるプラズマの風が吹く高校っていう青春の舞台なのであの音の中にもやっぱり学校みたいなイメージをすごい入れたくて。水泳部の音が なんかこう遠くから聞こえてきたりっていうことでサビ前にコイズルが入っているとか、あとはギターのリフがもう本当にポカリセットを連想させるような爽やかな、爽やかなね。初めて弾くみたいなみたいな。そうなんですよ。あの小難しいことしなくてポニーテールを揺らしながら女の子が。 まあギャル版で弾いてるみたいなあのフレーズを目指したりとかそういうなんか散りばめはありますねあだからあれなんでしょうねそのしっぽちゃんにやっぱり黒木さんが投影するのもあるけど、はい、ある種ちょっと自分の中でファンタジーみたいなものもこの本の中に入ってるんですかねうんうん、うん、そうですねあの別の世界線の黒木成さんなのかなとか思うししっぽちゃんの10年先が黒木成さんなのかなと思うしうん。確かにそこ面白いですね。ね この後は小説と音楽を同タイトルで作る黒木渚の創作のルーツに迫ります一回公務員になっててそれと並行してバンド活動をしてて100人集まったお客さん見てうん、うん、武道館に行こうよって言っちゃったもんだから <laughs> <laughs> 黒木渚の人生は波乱万丈幼少期から父親との確執があり 家を飛び出るように中学から寮に入りました。黒木さんって、はい、その高校時代っていうか、はい、中高は相当厳格な、はいね、あのもういわゆる寮生活にそうですねもう寮っていうかイメージ的には軍隊軍隊に<ー> <laughs> 近い、うん、ピピン起きろみたいなそんな感じでしたねかなり厳しい寮に。 年間いて娯楽一切なしだったんでテレビないテレビもねラジオもねラジオもね本当にそういう世界だったんですよ本当雑誌もね何にもねる自由もねっていうなんでかなりそこで青春の感性みたいなのがそこで冷凍保存されたまま18歳になるっていうじゃあ音楽とかはもう6年間も全然聞いてた全然聞いいてな 入ってこないですもんねだって物がないってことですね音楽も聞けないんですかそれはほぼ聞けなかったですなんてことだ勉強の6年間そうですもうガリ勉でしたねでも音楽聴きたければ密輸入するしかないんです外の世界から面白い刑務所でもラジオは聞けるねそうなんですよねもう一個そういう外の世界の娯楽が入ってきたら1 0一号室から3 0四号室まで貸していくっていう 流していくはい。はい、じゃあ国民的ソングみたいな感じになるんですね。<laughs> だからマイケルジャクソンとかセリヌディオングクラスじゃないと入ってこなかったですね。大変なことな。じゃあ初めてその聞いた曲って何ですか。はい、初めて聞いた曲は確か女子十二学舎。<ー> <laughs> そういうのは大丈夫なんだ大事ですねでもそういうのは絶対覚えてますよね本当に覚えてますねな、うんとなく基準がわかりますね,ますねその量に持ち込んでいい音楽の<も>そうですねなんかアカデミックなちょっと方向性というかでもその頃はじゃあもう本当に本を読むっていうことが娯楽でそうですねじゃ黒木渚さんのルーツっていわば損にあったようなものなんですか、ね、そうですね文学からばっかり吸収してました、えー、どのような作家さんを読んでいらっしゃったってえ最初に出会ってびっくりしたのは江戸川乱歩 なんかこうとする世界観ちょっとおどろおどろしいねちょっと闇の成分を含んでいるような渋いあと江国かおりさんとか吉村万一に出会ってちょっと相当的なそうですねねじ曲がりましたねちょっと方向性というかその音楽にやっぱりその小説を読んできた影響ってめちゃめちゃ入ってますか 詩をアウトプットする時はかなり文学的な今まで吸ってきた養分を使ってると思いますしあと私の場合っと,とメロディーが同時に出てくるタイプなんですけどその詩にもともとメロディーがくっついている感じがしててなんかそういうのも実はあの中高時代に音楽が聴けなかったっていう感覚文字だけで世界を想像するっていうのの中の一つで文字から音を聴くっていう多分。 あれを訓練されてたからそうだ,よなだって曲聞けなかったら文字から想像するしかない,ういう、ね、ですねメロディーを <laughs> その想像力みたいなのが、ねうん、曲作りまでつながってたんですねそうですねへえ、すごいそんな厳格な学生時代を過ごしていた中両親が離婚しその後の人生に影を落としました自分の知らない場所で家族が崩壊してるっていう特殊な経験、うん 寮にに入ってる時ね家族なのに疎外感を感じちゃうみたいな時代があってその時期がすごく繊細な思春期ど真ん中だったのですごく暗い人間だったしきらびやかな青春は送れなかったんですけどそのせいで。で家族を捨てた父親を恨むっていうことがんか私の原動力になってたというかその怒りを燃やして生きていく女っていう人格形成がそこでなされていって。 それがずっとなんかこう檻のように、腹の中に残ったままミュージシャンになったんです。でも、自分の娘が、うん、有名になってるわけじゃないですか。はい、なんか連絡来ちゃったりしませんか。それがですね。えー、私が有名になったとっいうか、歌手になったことはきっと知ってたと思うんですけど、父親は。えー、そんな檻に父がもう長くないっていう連絡が来たんです。おうおうそう。 でそれを聞いて会いに行くか10年越しで会いに行くか行かないかっていう一回も会ってなかったんですけど恨み続けることが原動力だったのに会ったら許しちゃいそう多分末期がんで病床にいる父から多分謝られるんだろうなって思っちゃってそれで悪人のまま死なせることにしたんですよ会いに行かないまま私は今36になってて。それで そののまま死んんででいっったた父の葬式に私は出なかったんですよ、うんまあ、ほぼ模子的なポジションなんですけど、うん、長女なんで、うん、それを押し付けて弟に。うん、で逃げるっていうそれで逃げて、うん、東京に来てそれで酒飲みながら焼肉食うみたいな親父、うん、の葬式の日にみたいな, <laughs> な,なんかそういう復讐の仕方っていうその一部始終を詩小、うん、説を書いているという。 わざわざそれもちょっとちゃんとね本当リアルな黒木さんのんかそういうものもやっぱり本にしちゃえば成仏しちゃうっていうか、まあ、確かに、ねうん、いやもう作家ですね本当にそれはもう、うん、いやでも書くことがなかったらもうったと思います、うんうん、い本当そういうふうにおっしゃってる記事も何か読んだことありますもんね父との死別後さらなる試練に見舞われた荒波のような人生とは 逆境まみれの人生を歩む黒木渚創作活動に大きく影響を与えた不運とは最初はやっぱりどう頑張っても私は音楽家が本職なのかなっていう本業はやっぱ音楽家だっていう意識でずっと生きててで突然、まあ、イントジストニアっていう声が出ないっていう時期があった時に。 その笑ったりすることとかリアクションを取ったりすることさえできないっていう歌えないどころかなんかそういう段階になった時に,、うん、発声全体になっっちゃったんですか、はい、そうなんでですよ<ー>でその自由が効かないっていうことになった時にやっぱり自由にできる言語っていうのは文字しかなくってそれでこっからもう書き,か書きまくってやるっていうことでその声の敵を取るみたいな感じで書き始めてそうしてるうちに喉も癒えてきて気づいた時にはあの。 どっちも本業みたいになってて両欲、うん、みたいな感じになってて書くことに救われたというかそうですねでそれを融合させることに今度はハマり始めちゃったんでうん、うん、あこれは私どっちもやりたいんだっていうことに気がついて、うん、今はもうそれでやってるっていう感じですけどね救われましたで,、ね、でも随分 なんか、まさにこう逆境を、うん、チャンスに変えるというか。うなんか普通の感覚だったら、やっぱり、うん、音楽。軸でずっとやってきて、声が出なくなるって、もう。何もやりたくなくなって、当然だと思うんですけど、うんね。本当ここで言い難いぐらいの辛いことだったと思いますよ。うんね、いや、本当めっちゃ腐ってた時期ありましたしね。そこからでも、書くぞってなった、なんかきっかけとかあるんですか。<laughs> やっぱよ。 でくれる人がいるっていうのはまずすごい大きくていくら書いたって一人で書き記してる日記みたいなもんだったらモチベーション続かなかったと思うし特にあ腐りかけてる自分だったら続かなかったと思うしあとその大学で文学を専攻してたみたいなその土壌もあってなんか楽しかったんですよねというか。唯一そののの自分の創作欲みたいなものを 吐き出せる場所みたいな曲もだし小説もだしそれぞれいわゆるお客さんって当然いるわけでやっぱその反応っていうのはそれぞれ違うものなんですかそれともあとそれが意外と交流し合うというかそれが私のやりたいことでもあるんですけど音楽から来た人がその文学の世界に同じタイトルのものがあるじゃないって言ってその世界を拡張していくっていうのと。 本ばかり読んでいた人が「えこれが聴けるの?」とか「うんうん、この小説を書いていた時に頭の中で鳴ってた音があるらしい」とかっていうことで相互に交流をし始めたり、うん、その2者がライブ会場で出会うとか、うん、そういう総合的な,なんかものづくりみたいのがめっちゃ好きです面白いですねだって結構な,んだ,真逆じゃないんだけど、うんはい お家で本を読んでる人がライブハウスまで足を運ぶのもすごい、はい、ハードル高いし。うんうん、ライブハウスで盛り上がってる人が。家で自分の一人の世界で。間違いない。本を読むのも、やっぱ結構行動としてはかなりついになるところにあるから。そうですよね。ものすごい社会貢献をしてるんです,ですね。本当になかなかな。して陰キャと陽キャの中和みたいな。やってるっていう感じですかね。<ー>確,か確かに、確かに。この後は。 自身にそっくりだという作家のある一冊を紹介しますデカミちゃん、はい、これねブックスタウン TV 本の番組ということで、はい、今日はね黒木渚さんの新刊についてお話を伺ってきましたけど、うん、黒木渚さ,さんの方からおすすめの本があるということで、はい、気ますねご自賛いただいりますはい鈴木いずみさんの、うん、泉の残酷メールヘン<ー><ー>こちらは過激な人生を送り 三十六歳の若さで幕を閉じた、鈴木いずみの短編小説。性のタブーを壊す一冊です。表紙からね、うん、露骨に残酷そうなので。<laughs> そうです、ね、<laughs> かなり気になる。<ー>いや、好きな人は好きだと思うんですよ。好き嫌い分から別れちゃうかもしれないんですけど。うん、彼女は、なんか、すごい。変わった経歴で、元はセクシー女優。だったんですけど、はい、上京して。うん、あの、作家になるっていう。うん、しかも。後々に、ほとんどが。 SF だったりとかしてうん、うん、とっても不思議な世界観を持っている方だし今を生きている強い女性とすごくリンクする感じパイオニア的なところもありますしあと堕落した生活うん、うん、みたいなものへの寛大さみたいなのもあってすすごいい面白いですこれはあれですかあの、うん、フィクションですかこれはフィクションなんだけど、うん、彼女の人生自体もすごくめちゃくちゃなので多分その奥に鈴木泉っていう作家を見ざるを得ないっていう感じですかね。うんうんうん じゃあ鈴木いずみさんのなんだろう入門編としては、ね、おすすめです。はい、で鈴木いずみさん自身本当にもう、最後の最後までもう。濁流で破天荒な人生を歩んだ方ですけど、やっぱり影響を受けてるところってあるんですか黒木渚さんの。いや私実は鈴木いずみさん最近知ったんですよ。うん、そうですか。はい、それで、こんなに似てる人いるって思って自分と。<ー>なんかこう、勝手にシンクロしちゃったっていう。<ー>いや本当ヒリヒリしたね方ですよね。はい <laughs> 人の人生を変える一冊ですね結構、うん、いやちょっと読んでみよう<ー>面白そうです面白いですよ結構名言があって、うん、なんか彼女なりの名言というか面白いです私の前に誰も立つなとかうんうんうんかっこいい、うん、みたいなかっこいいの、うん、まあほんね黒木さんの作品も人生変えられたくさんいると思いますけど、はい、この本も まあ本当にねやっぱ読書って危険なものでもありますからね,そうですね毒にも薬もなるということで人生を変えちゃう力がありますからねぜひチェックしてみていただければと思います、うんうん、この後黒木さんもこれ軸足としてはもう別に小説家とも両翼で、はいね、ミュージシャンとそうですねというか全方向に広がっていこうかなと思ってましてうん、うん、っていうか芸術に境目ってないじゃないですか、うん、なのになんでミュージシャンなんだろうとか、はい、なんで小説家兼ミュージシャンとかってなるんだろうってなんか最近不自然に思い出してうん、うん 何でもします。つまり。つまりもう何でもやる。ことは何でもやるんで。じゃ、次やってみたいこととかあるんですか。やってみたいことは日本で。ポエトリーを広めたい。うん。し。はい。海外とかでね、ポエトリーリーディングって結構。いわゆるの専用のライブハウスがあるぐらいですけど。そうなんですよ日本ってあんまないですよね。ああいうの。でも、なんなら、そのポエムっていう単語自体がちょっと揶揄的になって。すごい嫌で。そうですね。ポエムみたい。ポエムじゃんみたいな。そう。 いやいやポエムなめんなって、ね、<laughs> 思いますから <laughs> 活動の幅がどんどん広がっていかねませんけども、ねはい、これからもウォッチしていきたいと思いますので、はい、またいつでも来てくださいこの番組<ひ>ということで本日のゲストシンガーソングライターにして小説家黒木渚さんでしたありがとうございましたありがとうございました公式 youtube にて見逃し配信中ホームページからバナーをクリック 黒木奈ナイサって名前が強くないですか,なんかすごいです <laughs> 名前変えりゃふざけれるんだっていうそれが銀河ワプミだったんです銀河ワプミ